うちの方の動物園ではね、なるべく自然の木をね、登っていただこうと木を植えてあるわけなんですけども、スペースの関係ね、木が植えられないところは結構あります、枝が伸びてしまうと逃げちゃったりするわけでね、そのために、木ではありませんけども木の代わりになるような櫓みたいな高いものを作っているわけですね。彼らレッサーパンダ高いところはなぜかしら安心するみたいでね、高いところ大好きなんですね。なぜね高いところが好きかというとやはり木が好きなね、ところに共通点がありますけども、なぜ木が好きかと言いますとやはり、彼ら野生の生活が残ってるわけなんでね、彼らレッサーパンダやはり、野生では天敵がいます。天敵というのは何かと言いますと、下から襲ってくるのは、ユキヒョウとかね、あと何いた？トラもいますね、彼らの生息地にはね、あとは狼なんかもいるわけでね、その生息地にね何したいんだろう野生の生息地には彼らの天敵の大型の肉食があります、もう一つ彼らの天敵というのは意外かもしれません。大型の猛禽類ですね。ゆっくりだ、ゆっくり食べてる。羽が広げると1メーター以上もあるね、猛禽類は、彼らの天敵になるわけでね、順番その天敵から身を守ってくれるのが木になるわけですね。ですからね、木の上でね、のんびりしているのがレッサーパンダののんびりしか、誰かた仕方がありますね。あんたのんびりすぎだよ。ねえ、足はなんかありましょう。美味しいですか？美味しいですか？美味しいと一言でも言ってくれればいいですけども。お客様方ね、近くにいるお客様方はよく分かると思いますけども、美味しそうなリンゴをシャカ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 と食べる音がね、もこもこしてたんこしかなくないの。こっから取れるよ、こっから。こっからすごい取れるよ。あ、パム、こっちの小豆でこっち？何？こっち小豆じゃない？かわいい！かわいい！ピョンニョ、4人から遊べるのかな？そうなのかな？かわいい！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 もう食べなくなっちゃったかな。あずき。わ、こっち来た、こっち来た。あずきちゃん、レッサーパンダ。あずきちゃん、レッサーパンダ。レッサーパンダ、あずきちゃん、出てあげて。こっちゃん、近く来たよ。こっちゃんのお金、上の動物園。人間や犬や猫とは全然違う匂いがしますね。え、じゃあもうちょっと飲んで。一人しかいないの？あ、ここフルタだけの場所なの？これフルタ？あ、あっちにいっぱいいるよ。二人ぐらい。かわいい、あれかわいいですよ、ね。
グマ派だったよね。ふうたくんブームは2005年だって。ほらね、
ゃん追いかけてったから大変じゃん。クーカくん。実はレッサーパンダの結婚シーズンというのはね、現在1、2、3月なわけでね、できれば、ちょっとそこまでは至らないというね、とりあえず一緒にするまでは僕たちの仕事はもうこの2匹に任せてね、頑張れよみー。大丈夫だあんたじゃない、どっちかというとあんたこの尻尾見なさいよ。ライム君特徴的な尻尾をしてますけども、実はこれ、兄弟でいるときにね、お兄ちゃんかなんかに噛まれた跡があるんですね。この後はね、隣に当たります。はい。器用じゃないです。
クブタじゃないね。クブタは何、うん、どこにいるやつ上の動物館。そうなの、ね、違うよ。上のじゃないっ、めっちゃ近くにふさふさがおるよ。Thank you.